はい、今回は B 動詞をやりたいと思います。皆さん動詞の定義って覚えてるでしょうか？動詞っていうのは主語のこれとこれとこれ、なんか3つを表すものっていう定義だったと思うんですけども、もう一度復習してみましょう。1つ目、He walks fast。 動詞は walks ですね。で、この walks っていうのは、主語である He の何を表しているかというと、はい、これは動作を表す動詞でした。じゃあ2つ目、She likes cats。 彼女は猫が好きです。この likes っていう動詞は何を表しているかというと、はい、これは状態でしたよね。最後、I am in my room。 私は、自分の部屋にいますですね。で、この am っていう動詞は何を表しているかというと、はい、存在を表しました。存在を表す、この am みたいな動詞のことを be 動詞と言います。で、 B 動詞の B っていうのはアルファベットの B じゃないですからね。この BE、 原型が BE っていう B だから、こういうのを B 動詞と言います。じゃあ原型って何かというと、まあ、これは元の形なんです。で、元の形っていうのはまたどういうことかというと、主語が変わるとこの B 動詞っていうのは形が変わっちゃいますよね。例えば主語が I ね、これ、B 動詞は am になりました。で、 I am hungry、 私はお腹が空いてます。で、この am は、さっきの am はね、存在でしたよね。自分の部屋にいるとかね、どこどこに存在するでした。でもこっちの B 動詞は、お腹が空いています、まあ、これは存在さはちょっとおかしいですね。お腹が空いているという、はい、この場合は状態です。なので、B 動詞というのは、まあ、存在とか状態を表す動詞というふうに覚えておいてください。で、今度主語が He だったらどうか、あるいは He とか She とかね、単数 It とかだったりしたときには、B 動詞は、はい、Is になりますよと。He is in his room。彼は自分の部屋にいますと。じゃあ最後、You とか They だった場合、主語があなた、あるいは、彼らですね、これ複数形だった場合には B 動詞は Are というふうに変わりますよと。こういうふうに、主語が変わると B 動詞も変わっちゃいます。その原型が B、まあ、だから B 動詞っていうわけですね。じゃあ B 動詞の否定文の作り方を見てみましょう。The store is open ですね。これだったらお店は開いていますですけども、否定文なのでお店は開いていません。ここに yet がついてます。 yet って何かというと、まだっていう意味です。なので意味は、お店はまだ開いていません。否定文を作るときには簡単です。これ B 動詞の直後に not を入れるだけで否定文を作ることができますよと。今度は疑問文はどうでしょう。 You are hungry。 あなたはお腹が空いていますっていうのを、あなたはお腹が空いていますかっていうふうに言うとき、 Are you hungry っていうふうに、これもですね、主語と動詞をひっくり返すだけで簡単にできます。こんな否定文、疑問文のルールっていうのも覚えておいてください。じゃあ最後は、過去の話をしたいとき、 He is thirsty。 thirsty っていうのは、喉が渇いている。彼は喉が渇いていますですね。この is っていう be 動詞、これの過去形は He、 はい、was になりました。 is は was ですね。喉が渇いていました。今度は主語が、複数形のとき、They の時、They は、ここですね、複数形は Are になりましたよね。They are students。 彼らは学生ですっていう、でもこれを過去形、彼らは学生でしたって言った時、 Are は過去になると They were っていうふうに変わります。で、こんなふうに B 動詞っていうのは主語が変わったり、否定文になったり疑問になったり、あとはこの時制ですね、時間が変わったりすると、こんなふうに変化しますということを覚えておいてください。今回は以上です。ありがとうございました。